督脈は肛門の背側から始まり、背部正中線を頭側にずっと進みます。頸部から頭頂に行き、頭頂から鼻を下って、上甲心の部分に終わります。一番初めのツボが腸胸です。腰の部分に腰腰管、腰椎のところに目門、大椎が頸腰管。 胸椎のあたりに大椎そして、えー、夫婦が頸椎百恵が頭の頭頂部水口が、えー、口の上の部分で銀行がお口の中になりますまず一番初め尻尾を持ち上げて肛門と尻尾の付け根の間に調教を取りますそして用油 は、この背骨の脊柱の真ん中、背部正中線をに取ります。用意は？仙椎と立椎の間になります。そして、頸外帰結になりますが、腰の 100a が第7腰椎と第1線椎の間に取ります。その上、腰羊羹です。 腰羊間は第4、第5、腰椎の極突器官です。次の名門、第2、第3、腰椎極突器官です。腱数、第1、第2、腰椎極突器官に取りましょう。その次に、胸椎の部分にある、え特、ー、脈のツボになります。 まず、脊柱です。第十一、十二、胸椎、極突期間に脊柱を取ります。その上一個上がって、第十、十一間に中枢、第九、十間に緊縮、その後一つ空きます。そして第7、第七、第八間に塩、第六、第七間に 例題第5第6巻に振動その後また空いて第34巻に心中そして第12巻に糖道を取りますその後さらに頸椎や頭の部分を通って 顔の前側に行きますまず大椎です第7頸椎と第1胸椎の間極突器官になります大椎です夫婦は後頭部、えー、頭蓋骨頭蓋骨と第1頸椎の間大口頭項の肝臓部になります そして耳の次線耳の先のラインと背部成虫の交わった部分頭頂部に100円を取ります。さらに鼻側顔面に行って素領外りょの外鼻孔の中点真ん中にそりを取りましょう。 そして、さらに下って、上行神上唇の上から三分の一のところに水光を取ります。そして、唇上唇を上にペロッと向けて。上に上げていただいた時のお口の中に銀行を取ります。ここが特脈の最終になります。まず、長教は。 肛門と鼻根の腹側面との間にある肝黄部になります腸胸ですこのまま上に上がっていって督脈はずっとこの背中の背骨のライン上を通りますまず羊羽は背部正中線上で腺椎と尾椎の間にありますここが羊羽です そして腰の100が気結として存在しています。えー、第7腰椎の尾側にある、第7腰椎と仙椎の間にある肝臓ここに腰の100を取ります。腰の腰管です。1、2、3、4、5、第4、第5、第5の腰椎の間、極度期間に腰の腰管を取ります。 そして、第二番目、第三、二、三巻。ここに名門を取ります。そして、上にさらに上ります。胸椎の部分に行きます。脊柱のツボは。第十一胸椎、第二、十二胸椎の極突器官。十一、十二巻になります。 そして1011の間が中枢9と10の間が緊縮78間に塩67間に零代56間に振動4 34巻三四巻に進中そして12巻に頭道の壺がありますさらに第7頸椎と第1胸椎の間に大椎がありますそして上に上がって 頭蓋骨第一頸椎の間の間を部が夫婦になりますそして頭の頭頂部耳の耳栓、耳の先の部分と頭の成虫を結んだラインのところに頭の百円がここにありますさらにそのまま顔面に下ると鼻があります 外鼻孔、鼻の穴のちょうど中点のところに素量を取りましょう。そしてこの上唇の上から3分の1のところに水孔を取ります。そして唇を上に、上唇を上に開けていただいたところに銀孔があります。そこが特脈の最終地点になります。 では実際の動物を使って特脈のツボを見ていきましょうまず、えー、尻尾を持ち上げていただきまして肛門とそれから鼻根の間の肝臓部に腸胸がありますはい、そして尻尾を越えて、えー、続いて羊羽があるんですけれども 湯の上にこれは特、えー、脈の壺ではないんですけれども気血として腰の百恵があります。第第腰椎と第1腺椎との間になりますそして、えー、上がっていきますと第4第5腰椎間に腰の腰管があります。 そしてさらに上に上がって第2第3腰椎の極突起間の間応部に名門があります。そして一つ上に上がると第1腰椎と第2腰椎の極突起間の間応部に件数があります。 えー、そしてまた上がりまして第11胸椎と第12胸椎の極特器間の間応部に脊柱がありますはい、えー、さらに、えー、背部正中線を一つ上がって 第10胸椎と第11胸椎の極突起間の間応部に中枢があります、はい、さらに一つ上に上がりますと第9胸椎と第10胸椎の極突起間の間応部に緊縮があります。 えー、次に第7胸椎と第8胸椎の極突起間の漢応部に「腫瘍があります。はい、さらに一つ上がって第6胸椎と第7胸椎の極突起間の漢応部に「例題があります。 はい、また一つ上に上がりまして。第五胸椎と。第六胸椎の。棘突起間の。肝応部に。振動。があります。はい。えー、また一つ上がって。第三胸椎と。 第四胸椎の棘突起間の間尾部に心中があります、えー。さらに上がりますと第一胸椎と第二胸椎の棘突起間の間尾部に頭動があります。 はい、えー、次に第7頸椎と第1胸椎の極突起間の間応部に大椎がありますはい、えー、頭頂部に、えー、移動しましてえー 頭頂部の一番高いところに百恵があります。頭の方に回りまして外鼻孔の中点にあるのが素髎です。そして上進孔の 上から3分の1のところにあるのが水です次に上額の歯肉の正中線上で上心静脈の上にあるのが銀膀になります。 これが特脈の壺になります。